はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、この日本ティアナナ駆逐艦カゲロウを使っていきたいと思うんですが、まあ、皆さんね、ご存知か分かりませんが、前回のアップデートでこのカゲロウにもですね、朝潮と同じく装填ブースター、魚雷装填ブースターが追加されたんですね。まあ、今は使えませんが、この十字キー上で使える消耗品ですね。まあ、これを使用することで魚雷をですね、瞬時に再装填して、まあ、撃つことができるということで、まあ、このカゲロウのね、強力な魚雷を、まあ、再びね、連射できるというですね、素晴らしい、まあ、日本駆逐艦にとってはね、まあ、最高の消耗品なんですけど、まあ、ただね、この消耗品1回しか使えない上に、カゲロウに関しては煙幕と交換になってしまうので、まあ、煙幕がね、使えなくなってしまうので、煙幕に頼ったね、立ち回りはできなくなってしまうんですね。まあ、なので、まあ、結構ね、狭いマップとかですと、まあ、結構デメリットが大きくなってしまうんですが、まあ、一方でね、この、まあ、酸素魚雷を16門ばらまけるというのは、まあ、非常にね、強力な消耗品となってますね。まあ、今回は艦長は田中雷蔵にして、まあ、東郷平八郎でね、満載で魚雷装填ブースターを1回増やすことも考えたんですけれども、まあ、そもそも魚雷装填ブースターのね、リロード時間が5分と長い上に、あとは東郷平八郎にしてしまうと通常の魚雷のリロードが遅くなってしまうので、まあ、ここはですね、普通に田中雷蔵を艦長にして、まあ、そのね、サポート的な消耗品として、この装填ブースターで、ね、使っていこうかなと思います。で、今回のマッチングはね、結構戦艦も巡洋艦も多いので、大型艦が多いので、まあ、この酸素魚雷ね、しっかりと当てていきたいなと思いますけど、早速ね、まあ、グナイザーに撃った魚雷が、アルジェリーに当たりそうです。あー、でも射程が足りないか。そうですね、まあ、一応射程は伸ばしてるんですけど、まだ自分ね、田中雷蔵、そんなにね、育ってないので、まあ、育ってる艦長ですと10点、まあ、何キロぐらいまで射程が伸ばせるんですけど、まだね、射程は自分は 10.7 とか8かな、 10.8 とか7とかなので、まあ、そんなにね、強力ではないですね。さあ、そしてジャンバールが見えるので、まあ、まずはね、ちょっと加速を読みつつ、まあ、加速しなかった場合のために広めでね、魚雷を撃っておきました。これで、そしてここでね、装填ブースターを早速使って、左にいるグナイゼナウにも魚雷を撃っていきましょう。グナイゼナウなんか直進してくるので、まあ、これはね、格好の標的かなと思います。で、ジャンバールは、やっぱそのまま前進してますね。前進読みで撃ったんですけど、ジャンバールエンジンブースト込みでですと加速力かなりあるので、ちょっとね、魚雷が当たるかどうかは分かりませんが、うん、ジャンバールをね、ちょっと観察しつつ、グナイゼナウにはこれは魚雷は直撃しますね。なんでこれは前進してたんだろう。さあ、突っ込んできたグナイゼナウを早速、まあ、魚雷で撃沈して破壊的一撃。そして、もう一車線のジャンバールに撃った魚雷も、これは1本は確実かな。あ、2本当たりますね。はい、2本直撃。まあ、浸水はしませんでしたけど、うん、ちょっと修理中だったのかな。まあ、大ダメージはね、一気に与えられましたね。酸素魚雷5本命中で、まあ、6万ダメージ一気に出たので、まあ、十分なね、火力を発揮できてますね。まあ、これね、もう、再装填ブースター使えなくなったので、まあ、あとは通常魚雷で、対処していくしかないんですけど、今の場面でね、本当に結構十分な、ここぞって場面でね、撃てたんで、まあ、良かったかなと思います。まあ、ジャンバルね、破壊的一撃、まあ、ワンチャン取れた、コールだったんですけど、まあ、魚雷はね、1、2本当てれば、まあ、上出来ですから、ここはね、堅実に当てていったかなといった感じですけど、でジャンバールは離れていくので、ちょっとフレッチャーですね。フレッチャーが気になるので、狙っていきましょうか。隠蔽でね、完全にフレッチャー勝ってるので、まあ、こっちの方が有利ですね。さあ、そしてヒッパーもいるので、まあ、その辺りを狙いつつ、次の魚雷撃っていきましょう。まあ、田中雷蔵の効果で、魚雷の再装填はね、早いですから、比較的。まあ、自分は80秒ちょっとですかね。80秒ぐらいで、まあ、再装填完了するので、まあ、自分遅くありますけど、ドイツとかと比べると、まあ、十分なね、速さかなと思います。で、フレッチャーをもう打っていきましょう、ここは。座礁しているんでね、ここぞという場面だと思うので、削っておきましょうか。魚雷もね、打ったんで、これは当たってくれるんじゃないかな、もしかしたら。まあ、装填がね、田中雷蔵遅いので、まあ、ちょっとそれは、大変ですけど、まあ、ここでフレッチャーね、削り切っておきたい。ああ、でも四方が停止してしまいましたね。そして、距離がかなり離れたけど、まあ、火災発生で、ここでフレッチャー仕留めておきたいな。
かなり離れていきますが、ちょっとダメか。ヒッパーも近いので一旦撃つのやめましょう。はい、ここでね、無駄にダメージ受けるわけにいかないですからね。で、ヒッパーにめちゃくちゃエリンバラが接近していってますけど、これは、相打ちに持っていけるのかな？いやー、でも先にヒッパーから雷撃が来てますが、かわして、あー、でもエリンバラ浸水してたんですね。さあ、そして、ヒッパーに魚雷が再装填完了したので、次は撃っていきましょうか。まあ、巡洋艦相手なんでね、ちょっと、まあ、相手がソナー使ってたら当てられないんで、ここはまあ制圧魚雷で対処していきましょう。広めに撃ってね、まあ、1本当たればいいなといった感じで。味方からの魚雷も、まあ、かわしてますね。まあ多分ソナー使ってると思うので、まあ、魚雷はね、厳しいと思います。カゲロウの魚雷はですね、発見距離も長いですから、巡洋艦相手にはね、ちょっと当てるのは難しい。まあ、ただね、当たれば本当にね、威力絶大ですから、当たんなかったですね。まあ、なんとかね、うまくいろいろ工夫してね、航路を読んで、まあ、当てていくというね、本当に当たると、もう本当に1万何千というダメージになるので、まあ、そのね、本当に爽快感というか楽しさはありますね。戦艦も大体3、4本ぐらいで、うん。格下戦艦ならね、破壊的一撃も取れてしまいますから、本当に楽しいですね。さあ、でここで中央部突破できたので、まあ、拠点を踏みに行きましょうか。うん、ジャンバール、瀕死のジャンバールもいるので、そちらに魚雷を撃ちつつ、まあ、ここはうん、ちょっとね、状況も負けているのかな、負けてますね、まあ、戦力的にはちょっと負けているので、まあ、ここは、うん、拠点を踏みに行きましょう。でジャンバールに魚雷を撃って、そして奥にもジャンバールいますね。ジャンバールね、今ティア7で非常に猛威を振るっている戦艦ですからね。さあ、でフレッチャーかな、うん、来ましたね。ただ、うん、ちょっと一旦撃つのやめましょうか。今ジャンバールに魚雷撃ったので、ここで発砲してしまうとけどられるので、うん、位置を悟られないためにも一旦フレッチャー泳がせておきましょう。隠蔽勝ちしてるので、まあ、主導権はこちらにありますね。うん、まだ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 。ちょっとジャンバーレの魚雷が、ああ、今当たりそうですね。これで、じゃフレッチャーに砲撃していきましょう。はい、ジャンバール撃沈できたんで、まあ、これで大丈夫と。で、フレッチャーも撃沈で連続攻撃。OK、OK。うん。まあ、これでね、まあ、位置はバレてしまいましたけど、まあ、拠点に侵入できるので、まあこれでね、大丈夫かなと思います。ヒッパーももう戻れないですし、まあ、このまま占領勝ちできるレベルですね。うん。このまま占領していきましょう。まあ、そして、まあ、近くにジャンバールがいますけど、戻る様子もないですし、ヒッパーは味方駆逐艦が、うん、近接魚雷で倒してくれましたね。さあ、これでもう状況的には完全に、まあ、有利かなと。ジャンバールが急いで戻ってきても、うん、ギリギリ間に合わないかなと思いますけど、まあ、とにかくね、このまま継続して占領していきましょう。まあ、そうして、まあ、右の方の部隊も、ああ、でもジャンバールこれバックしてるようなんで、これ魚雷で攻撃できそうですかね。これバックしてるのかな？バックしてますね。うん、これ攻撃できそうですね。魚雷の射程に入ってきたので、攻撃しておきましょうか。まあ、拠点防衛する意思もなさそうですから、まあ、多分考えてないかな、拠点防衛を。前でね、撃ち合うのに集中しすぎて、拠点が、占領されてるのも気づいてないか諦めてるか分かりませんけど、まあ、とりあえずね、ジャンバール、バックスを呼んで、魚雷撃っておきましょう。まあ、このままね、園内に留まってれば、拠点占領完了するので、まあ、魚雷を眺めつつ拠点にとどまっていましょう。さあ、でもこれ魚雷はバックしたままなので当たりそうですね、これは。うん、まあ、ジャンバールね、基本的にこうやって前進かバックしかしてない人とかいますから、まあ割とね、読みやすい。なかなかね、大きく点出して動くことってなかなかない人も多いですからね。これで魚雷が横を取ってしまえば、本当ジャンバーレの魚雷は当てやすいですね。
ました。あ、これで2つ目の破壊的一撃。そして、うん、まあ、これでグナイゼナウがもうこっちに戻ってきていたので、これはね、オールキルでいいでしょう。まあ、拠点占領される心配ももうないですから、ここはね、あの拠点を離れて、グナイゼナウを狙っていきましょうか。まあ、あのまま占領すればね、もちろん確実に勝てるんですけど、まあ、この状況でも十分もう勝てるので、まあちょっとね、あの時間がかかってしまいますけど、まあせっかくですから、最後の一石も魚雷で狙いに行きましょう。さあ、なんか、あのヒッパー沈んでないな。さあ、まあグナイザーにね、魚雷打っておきましょう。このヒッパー浮いたままだな、なんか。もうこのまま、なんか奥のヒッパー、まるでなんか生きてるみたいですね、なんか。アズレン迷彩の。ちょっとよくわかりませんけど、沈没しないでね、浮いてる。なんか引っかかってんのかな、足元に。まあしかしね、もう魚雷打って、グナイザー、もう、応急も使ったようなので、これで魚雷が直撃してしまえば、もう終わりと。さあ、全くかわさないようなので、魚雷が2本で撃沈ですね。まあ、最後ちょっとオールキル狙いに行ってしまいましたけど、うん、まあ、これでね、まあ、ちょっとクラーケンが欲しくなっちゃったんで、やっちゃいましたね。まあ、といった感じで、まあ、装填ブースター、カゲロウ、使ってみます。まあ、カゲロウとね、非常に相性いいかなといった感じですね。朝潮に関しては、ちょっと魚雷の装填がね、もともとめちゃくちゃ遅い上に、肝心の魚雷の性能もね、いまいちだったんで、うん、ちょっと当てづらかったですけど、やはりカゲロウはね、まあ、魚雷非常に強力で、まあ、高速でありね、当てやすい魚雷ですから、これはね、非常に有効な消耗品かなと思います。まあ、ぜひね、これ皆さん、カゲロウ装填ブースター使ってみてください。隠蔽もいいのでね、まあ、うまくね、立ち回れるベテランのね、ニック乗りだったら、まあ、うまくなくてもね、やっていけることがね、多いかなと思うので、まあ、ぜひ、本当に装填ブースター使ってみてください。それでは今回はカゲロウでした。ご視聴ありがとうございました。